では応募状況概略について、ご報告申し上げます。今回は応募者総数、国籍数ともに、過去最高となりました。第4回の応募受付は初めてオンライン申し込みを採用し、郵送申し込みとともに受け付けました。約7割の方がオンラインで申し込みをされました。応募状況は応募者数332名、国籍数32の国と地域、在住国数32の国と地域、日本人152名、外国人180名、男性156名、女性176名です。このような、結果になったということの背景には、3つの要因が考えられると思います。第1に、国際コンクール連盟の加入によってコンクールの認知度が高まったということ、それから、加入によって告知の可能性が広がったということですね。それから第2に、今回からコンクールのプロデュースに直接関わっております、日本人の審査員のメンバー、審査員団と呼んでいるのですが、先生方が各地に赴かれたときに告知を積極的に行っていただいたということ、それから、第3の要因として、3回目の優勝者であるムン・ジヨンさん、高松コンクールで優勝された直後にジュネーブとプゾーンの2つのコンクールで優勝されて、今や世界中で活躍をされた。彼女の活躍のおかげも高松コンクールの認知度が上がった原因の一つと考えられます。このような、おめでたいことだと思うのですが、応募状況を見て、次回のコンクールの演奏水準は、これまで最高のものが期待されるのではないかと非常に大きな期待を寄せている次第であります。以上です。